講談社文庫出版部の国金でございます。この場に真山さんをお迎えするのももう何度目になりますでしょうか。6回目ぐらいじゃないでしょうか。になりました。今日はついに出ました、グリード、これはおととい都内の書店に並び始め、基本的には昨日発売ということでございます。今日はこの話を中心にたっぷりと、真山さんにお話をお伺いしたいと思います。はい、まず真山さんから一言、塾の小海さんもやっととかついにとおっしゃってましたが出ました。一言真山さん発刊にかけていかがでしょうか。この前の作品がレッドゾーンという小説で、本が出たのが2009年のゴールデンウィーク前なんですね。気づくと4年半ぶりでして、そういう意味では本当にやっと、連載を始めたのは2012年の1月からなんですが、それでも本当に本当に本当にやっと、ここにたどり着けたかなと思っています。そういう意味で正直かなり不安で、鷲津って誰とか影高シリーズで何って言われる、4年半はって普通に言われるんですが、果たしてその辺はどうなのかな。で、私の中では別に久しぶりという印象はあんまりなかったんですけど、ずっと書いてますからね。そうですね、でも確かに、後でも話になるかもしれない、あるかもしれないですけど、実はちょっと鷲津の書き方を忘れてたりとかしたこともあって、そういう意味では今までの中で一番実は連載中はしんどかった。で、過去、1作目と2作目は連載ではなくて書き下ろしだったので、勢いで書いていたものが勢いってなんだっけっていう時期が最初の頃ありまして、そういう意味ではなんか、間が空くことのデメリットもいろいろ感じつつ、でもここまで来れたことがすごい良かったので、お待たせしただけのことはあるのではないかと、あんまり私自分の作品でそういうことはないんですが、竹田がシリーズの中でのその4作目としては多分お待たせしただけの価値はあったんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。このグリード、強欲ですね、ハゲタク新最新作で、今日はですね、皆さんこれから読まれる方が大半ではないかと思いますので、グリードをこれから読む方のために、今日お話を知っていると思う2倍にも3倍にも面白くなるために、ということで、頑張って真山さんからいろんなことを聞こうと思っております。はい、よろしくお願いします。まず、今日のトークショーのテーマでもあります、強欲は善か悪かというテーマです。これはもうまさに小説のテーマにも、かなり、通じるものがあるということなんですが、ズバリこのグリードという作品って真山さんがこれを書きたいと思って書き始めるときにどういうことを考えて、書き始めたのか、書きたかったことは何か、ズバリそこからお伺いさせていただきましょうか。ハゲタカシリーズをずっと自分の中でこう振り返って考えてみると、一つの質問にこの書く前に行き着いたんですね。それはそのお金は人を幸せにするのかという言葉、特にこれドラマは非常にそれをフィーチャーしてやってたと思いますが、そもそも日本人の考える幸せとお金は相結びつかないんですが、これは割とどちらかというと世界的には珍しい方で、金が幸せをするもんだとどうもアメリカの人たちは持ってるんじゃないかなっていうイメージが一つありました。ともう一つは、これは読まれた方はお分かりかもしれませんが、ハゲタカシリーズは実は気づくとすごいつい最近の歴史小説化しちゃってるところがあります。それは日付を入れてるからですね。で、最初の作品が2004年出たんですが、その頃は98年とかだから、だいたい5、6年後をこうずっとこう辿って書いてるんですね。これ実はある程度意味がありまして、それぐらい経たないと実はその5年前に起きたことのこう全体像が見えてこないんですよ。で、実は、リーマンショックを真山がどう書くかっていうのは、前のレッドゾーン出した時にちょうど2008年頃連載してたりとか、映画があったりとかしたのもあって結構言われました。で、すぐリーマンを書きませんかってすごい言われたんですが、正直その時は私に歌いの知れないリーマンショックっていうのはよく分からなくて、多分そこはスルーして2年後から始めようかなとか結構最初思ってました。
ただだんだんこう自分の中でハゲタカの役割の一つはやっぱり経済事件、まあ、事件っていうのはその、不祥事という意味ではなくて出来事という意味の事件としてはやっぱりちゃんと重要なそのトピックは描くべきなのかなと。でそれがまあちょうど気が軸した時なので、じゃあリーマンショックは何かということは一つ据えようと。ただ、ハゲタカシリーズは企業買収の話なので、リーマンブラザーズの勉強をするために書くのでは意味がないので、じゃあどうしようというのもありました、そういうところからまあ最初始まった。ちょっと書きたかったことはもうちょっと先になりますけど、とりあえずそんな感じで始めました。あのいわゆるその世界経済の大事件、つまり大舞台で和室が何をするのかというのは今回の物語なんですが、そもそもあの、まあ、私もちろん読んだんですけど、この本の中でこうリーマンショックというものがこうこの本の中で起こるんです。ここもねすごい迫力というのはすごいんですけれども、そもそもこのリーマンショックというのは日本人は、私もそうなんですが、山一証券が潰れた山一ショックと同じようなものだというふうに捉えられてですね、つまり大きい銀行が倒産した事件であるというぐらいにしか捉えられてないんですが、それもほんとごくごく一部の矮小化された見方のようですね。そうですね、あの誰がつけたのかわからないんですけども、まあ、そのリーマンショックっていう言葉がものすごく有名で、多分おそらく就職活動している人にとってもすごい重要なキーワードだと思うんですけど、おそらく金融の専門家ですらリーマンショックってちゃんと言える人はあんまりいない気がするんです。それどうしてかというと、自分が調べ始めて読んだ資料でまちまちなことがいっぱい書いてあったからですね。で、まあ、簡単に言うとリーマンブラザーズという、まあ、六本木ヒルズにもその潰れるまでは、日本の、支店もあった、投資銀行が、倒産した、まあ、破綻したことがその世界経済を、まあ、大変な目に遭わせたということに漠然と思ってらっしゃると思いますけど、実はリーマンブラザーズが破綻した時に他にも2つ破綻しているところがあるんですね。 AIG って言って世界最大の保険グループが破綻してるんです。実はこっちの方が本当は重要なんです。なぜかというと AIG は、いろんな企業が投資する時のまさかのための CDS って言うんですけど、あの詳しくは私もよく分かんないですけど、簡単に言うと自分たちが投資したものが破綻した時に、万が一の時にその破綻した際にだけ、お金が出るという、そういうものを実は AIG がもう世界的に言ってたんです。でそのリーマンブラザーズが破綻した時に AIG ももろも破綻してしまったんで、結局何かっていうと、普通は誰かが損する、誰かが得するというシステムを実は金融界の中で回して持っていたのが両方潰れちゃったんですよ。それによって、ものすごい大きなそのショックが起きたと。で、さらにその、リーマンブラザーズが破綻する半年前にベアスターズっていう、まあ投資銀行も破綻してるんですよ。で、これ全部その企業の名前で見るとそうなんですが、本質の原因は全部全て同じ理由で、サブプライムローンっていうその住宅ローンがそもそも問題で、まあ、実はそこまで知っている人は、まあ、多分金融の人はほとんど知っていると思います。で、まあ、一般知識でもそこぐらいまでやるんですが、実はサブプライムローンが原因でリーマンショックが起きたのは半分しかまだ知識としてない。もう一つ重要なのは CDO っていう、そのいわば、まあ、簡単に言うと、例えば私が国会さんに1億円の借金をしました。で借金するので約束手形を書いて1億円借りましたっていう時に、私はあんまり国会さん、まあまあ例えば私は必ず返すって分かると、でも国会さんは今すぐ貸した金を返してほしかったとする時に、自分の1億円を100等分するんです。そうすると100万円の証券ができて、それをみんなで売るんです。でそうすると国川さんのところにはもうそれで証券が戻ってくる。でその間に入った人が、少しずつ私からお金を取って、でその証券を持っている人に10年で返すって言ってる間、少しだけ利子を乗せて、あなたにこの証券をあの負担してくれれば、お金を渡しますよというの証券化っていうんですけど、それをやったんです。で そこがそもそも実は大きな問題で、何が起きてるんです、ね、ちょっとそこまでで、だからちょっと田原総一郎さん入ってますけどね、サブプライムローン、つまり住宅ローンですよね。住宅ローン、日本の住宅ローンとは違うんですよね、これね。いや、まあ、基本的には一緒ですけどね、はい、ただこのサブプライムローンのじゃあ特
得意点っていうんですかね、はい、はどういうところにあるんですか。サブプライムローンの話をする前に一つだけすごい意外な話があるんですけど、日本って、住宅ローンとかって土地に入るじゃないですか。例えば100坪の家に家を建てて住宅ローンの時って大体負担は土地にそのなんていうのか払うんですね。で家日本で大体家建てると買って翌日に売っても家の価値ってもう半分以下とか言われてる、まあ豪邸はちょっと別ですけどね。でところがアメリカは土地はほとんど売買の対象にならないんですよ。いわゆるその上にある建物が、ローンの対象になる場合が多いんですね。で、それからすると日本人の考えからするとそれでローンをその払うっていうのはまあよほど自分でもお金を持っていないと価値が下がるという印象があるんです。ところが戦後アメリカはその住宅しかない価値が、買ったら翌日には跳ね上がるっていう状態がずっと続いてました。だから一見日本の住宅バブルと同じなんですけど、日本人からするとちょっと理解できないのは、上に乗っている、まあ、高く日本だとその例えばプレハブのような家がずっと値段が高くなっているから融資してくれるっていうところが実はちょっと一つ違うところです。あの戦後一回も住宅の値段が下がったことがないという例がありますね。ないです。でじゃあそのサブプライムローンって何かってこのアメリカ人ってこう名前つけるのがすごいうまいんですよね。なんとなくこうプライムってつくとなんとなくこうちょっと自分金持ちいい感じにするじゃないですか。サブがこうポイントなんですよ。まあ、でもサブって、まあ、例えばそうでもサブってほら何ていうのか、まあ、例えばキャプテンがいてサブキャプテンということでナンバー2に聞こえるんですけど、まあ、そういう意味に捉えてもらっていいですと言ってるんですが、実際サブプライムローンを借りていた人はどういう人かっていうと、まあ、基本的には所得の低い人でも、借りられるように政府も応援しますよっていうのが一つあるんですけど、現実に言うと失業して3年間ぐらい収入のない人でもサブプライムローンを組めたんです。失業者です。失業者でも。で、例えばお年寄りになって50人が亡くなって年金で暮らしている未亡人でも組めたんです。ちょっと日本だと考えにくいですね。考えられないですよね。日本だと多分銀行は絶対貸さないと思います。つまりそのなぜアメリカはそういうちょっと皆さんすいませんね、このあのハゲタカを知るためにどうしてもここだけは聞いておいていただきたいんですけど、どうしてその人にもお金が借りられるわけですか。私がとっても貧乏でその収入がないのにローンを借りて家を建てたとしましょうか、まあ、いや分かりやすいんで、まあ、1億円の家を建てたとしましょう。そしてもう翌月払えなくなります。翌月払えませんって言ったら私の家じゃなくなるんですよ。すごい厳しいんですよ、プライムローン。そうすると、それはローンを組んだ人のものになるんです。でさっきも言いましたけど1億円の家は翌月で1億10万円ぐらいになる。つまり値上がりするわけですね。そうです。家を建ててさえくれればローンを貸している人間は絶対損しないんです。でその恐ろしい仕組みに、まあ、目をつけた、まあ、賢い人なのか悪い人なのかがいて、そこでどんどんとりあえず家を建てさせればいいとっていうことでサブプライムローンというのは大ヒットしたんです。それ でさっき前山さんこれでも半分だとおっしゃったんですけど、はいはいはい、これだけだったら別に住宅ローンが次々破綻して銀行が追い込まれたみたいになってるんですが、そんな単純なことではないんですよね。そうですね。そうですね。でそのサブプライムローンの破綻が相次いだ、それがなぜこう大きく引き金、大きい惨状までいくのかというのはどういうことでしょうか。まず一つ言うと、アメリカっていう国は金融でいかにボロ儲けできるかっていうことをものすごい考える国なんですよ。でここは私もいまいちその変だなと思うんですけど、お金をその金融という仕組みで金儲けをする方法は一つしかないんですよ。そのハイリスクなものを売りつけることなんです。でハイリスクっていうのはハイリスクハイリターンって聞いたことあるじゃないですか。つまり危ないものを買ってくれる方には他よりも高い利子を払いましょうと、だから買ってって言うんです。でも普通の常識から言うと危ないから利子が高いからそんな危ないものは買いませんっていうのが普通の発想なんですけど、アメリカの場合は危ない商品を作ることで儲けようっていう人がたくさんいるんです。これがあるギャンブルですね。カジノなんですよ。ただカジノよりは確率は高いって思っているので、それでそういうものを買いたいっていう人がいるんで知恵を絞るわけですよ。どうやって危ないものをしかも大量生産できるか。そういう意味ではサブプライムローンというのはまさに素材としては最高だったんです。
で、ただそれは結局今の話だと、まあ儲かんのはローン会社がお金を集めてきて貸した人が潰してくれて家を売れば、ローン会社が自分たちで不動産もやってれば、まあ、転売することで儲かるっていうのがあるんですけど、ただそのどん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 増やそうとすると、まあアメリカでも家って1個3000万とか、まあ、日本円にするわけですよね。じゃあ3000万の家をどんどんローンでこう組んでいこうとすると、まあ、お金が結構大変ですよね。できたら回したい。その時に考えてるのはその証券化っていうやつで、住宅ローンをそのさっきみたいにこう細かく切って受けるんです。でそのローンの権利を債券で売ると。ローンを、そ結局は何だかというと、ローンを全部100等分してみんなに持ってもらって、だから自分たちが本来もらえる住宅ローンつけてる利子を少しずつあなたたちもお裾分けしましょうというようなやり方で、何かあった時は、実はさっきも言いましたけど、住宅持ってる人はすでにローンの会社はすでにローンを全部その証券を売ってしまうところで回収できているので、彼らはまた新しくローンを作ることができるという仕組み。だからここには今までの住宅ローンの会社、不動産の上にそれを証券にする証券会社が出てくるんです。で、ここも皆さんが割と勘違いしているのは、投資銀行って、まあ、例えばゴールドマンサックスにしてもリーマンブラザーズも投資銀行なんですけど、投資銀行っていうのはアメリカの区分では証券会社なんですよ。で、投資銀行、じゃあ何が違うかというと、簡単に言うと投資銀行には預金口座がないんです。で、預金口座を持っているのは商業銀行っていうジャンルで、投資銀行はじゃあなんで銀行というかというと、金儲けあなたの代わりにしてあげるから金貸してくれないかっていうのでなんとなく銀行っぽくしてるだけで、だから現実は一番儲けてるのは証券をどんどん売ることで、その証券やまあ債券っていうんですけどを売ることで儲かってる銀行なんで、そこが入ってきたんですよ。プライムローン、つまりその証券も債券もいろんなこと考えてもこれも債券になるんじゃないかと思っていろいろ考えてものすごい計算式とかいろんなことをやって、それがサブプライムローンを使った商品。もう忘れたんで、今言ったのはローンを100等分して買ってくれませんかって、これ実はリートって言うんですよね、今日本でもあります。で、それだと危なすぎって言ってもっと利子つけてくれないと売れないよってことになるんです。で、それはじゃあもうちょっと細切れにして、で、例えば安全なアメリカの国債とか、まあ、例えばそうですね、アメリカでどこか、例えばアップルの株とか、アップルの、まあ、株じゃなくてアップルの債券っていうのを一緒に細切れにして入れて、ごちゃごちゃごちゃってミックスすると、危ないものから安全なものまでいっぱい入れて、それでもう一回証券化するっても非常にややこしいことを考えついたのがその CDO ってやつなんですね。で、そうすると恐ろしいことに、ここの中に何入ってるか分かんないんですけど美味しいんですよ。だから美味しいから食べてみようって言って売り始めたら猛烈に売れたんです。で、そこは実はポイントは何かっていうと、まあ、最近食品偽装とかいろいろ出てきますけど、何食べてるかわからないので誰かお腹痛くなった時ですね。それが実はそのリーマンショックの最初のそのなんていうか前兆となるサブプライムローンショックっていうのが起き始めた。この小説の中でもうすごくもう複雑にいろんな組み合わせ商品化して、もう売ってる人間ももう自分が何を正確に言ってるのか分からなくなっているような描写がありますね。で、今の話聞いてる時で、あ、読むのやめようと思うぐらい難しいじゃないですか。分かんないですよ。全然そういう難しい話は売ってる人も分かんないですからね。入れてなくて、ただそこに関わってる人が周りから危ない危ない危ないって言われて、どうしようどうしようどうしようってみんなに聞いたら、なんでそんな安全だって言われてるものをあんた一人どうしようどうしようって言われてるのっていうことで、なんとなくムードだけ味わっていただきたいなっていうのと、まあ、簡単に言うと欲をかいて美味しい、その美味しいものをなんか安くその食べるとどうなるかっていうぐらいのレベルの話しかしてないんです。ただ基礎知識とすると、実はそういう仕組みがあって、それで、まあ、もう一つ、まあ、悪いというのは語弊がありますけど、人を信用させたのがその格付け機関というところなんです。で、日本で格付け機関の何々機関というと公的機関のように思えると思いますけど、格付け機関は民間企業なんです。ムーディーズとか、そうですね、 S&P とか、はい、とかスタンダードとかですね。で、ここがすごい面白いんですけども、まあ、例えば私が投資銀行の人間で新しい CDO を作りましたと、ね、まあ、どうやって格付け機関の人にこれ審査してくれませんかって、で、格付け機関の人は審査してどれぐらいその安全性かっていう、 AAA から順番にこう格付け作っていくじゃないですか。ところがお金を払うのは商品作った人なんです。私審査してほしいから審査代これだけ払いますから審査してくれないって、
ところが説明はいくら受けても格付け機関の人心の中身よくわからないんですよ。そのさっき言ったごちゃごちゃごちゃって混ぜるのに金融工学っていうコンピューターと確率論と微分方程式を使うすごい難しい計算式の中でリスクを計算しているので、そもそも全然わかんないんですよ。そしたら何やってるかというと、この審査してくれないっていう前段階で作った人がレクチャーしてるんです。格付け機関の人を呼んで、でこの間ほらレクチャーしたの私じゃないですか、私よりいいもの作る人いないんですよって、安心してよって、破綻してる時でもずっとトリプル A でその CDO を評価してた。そうすると美味しくて安全っていう信じられないこの状況ができて、それが実はリーマンショックを大きくした。それで、これからはちょっと肝なんです、これが肝なんですけども、今までの肝なんですが、でワシズはじゃあその中で何をするか、別にその、サブプライムローン その実態を暴くとかそういうことではないんですよね。つまりこの小説でワシズは何をするのかって、ここで重要な舞台になってくるのがアメリカンドリームという会社です。この会社は文字通りアメリカンドリーム、エジソンが作ったという、これはもう前山さんの作った架空の会社ですね。そうですね、はい、この会社を舞台に、ハゲタカ、ワシズ、あとそのアメリカの金融界がいろんな攻防戦を繰り広げることになります。このアメリカンドリーム社というのは、ソニーと私とトヨタと一緒にしたような感じですか、本社と。どうですかね、前山さんの中でどんなイメージですか。ソニーと三菱重工と日立製造所が同じようになった感じかもしれないですね。日本にあんまりないんです。この中ではゼネラルエレクトリック GE ですね、社の兄弟会社で分かれた会社っていうような書かれ方ですね。分かれたというよりはちょっとだけ歴史を説明すると、実はそのゼネラルエレクトリック社っていうのはほとんどの世界の家電製品を作った企業なんですよ。でなぜかというとエジソンが作った会社なんです。ところがエジソンって発明するのうまいんですけど金無駄遣いするのも天才な部分が1個あるのと、まあ、ちょっとその社内で電力をどうするかという時に揉めて、社内で負けてしまって追い出されちゃうんですね。でこの小説はここから架空で、追い出された後に俺は自分が作りたいものを作る会社をもう一回立ち上げるんだっていうので、アメリカンドリームっていう会社を作るっていう設定です。GE 自体は今はものづくりの会社というか金融、そうですね、ノンバンク、ね、いわゆる日本のことは言うとノンバンクのような GE キャピタルっていう会社は多分日本にもあると思うんですよ。非常にノンバンクとしては優良企業です。でもう一つ実は、2011年の3月以降非常に有名になった、福島第一原子力発電所の発電原発を作ったのも GE です。で GE は 今でも原発メーカーですけれども、彼らは設計図とトラブルシューティングが起きた後のブラックボックスと呼ばれるなぜ事故が起きたかっていうことの情報収集および指示を出す仕事しかしてないです。だから現実は日立と東芝がメーカーとしては制作しているっていう状況です。それでつまりこのアメリカンドリーム社、エジソンが作って、その GE から追い出されたエジソンが作ったもう究極のものづくりを実現する会社、つまり、アメリカの一つの顔が金融の顔だとしたら、もう一つ古き良きアメリカを体現するアメリカの両親のようなアメリカ人の夢を体現するような会社ですよね。そうですね。ですよね。そうですね。はい、でこの会社をですね、ワシズが買うか買わないかっていうような話になっていたわけですね。はい、すいません、ちょっとあまり初めに喋りすぎたりなんだけど、アメリカの魂を日本人の得体の知れないハゲタカが買う買わないになった時に何が起こるのか、アメリカで何が起こるのか、というのはこの小説の物語です。で前の作品のレッドゾーンというのを読んでくださった方がいらっしゃると、なんで大きな企業が自然が買うか買わないかって話って前も似たようなことがあったようなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、今回は冒頭の本当30ページぐらいでワシズははっきりアメリカンドリーム僕買いたいんだよねって言います。でここはちょっと今までとちょっと違うワシズを出そうとしていて、
鷲津が過去デビュー作を別にして2作3作で悩み続けてたんですね。俺が買収をしていいのか、俺のせいで人が死んじゃってもいいのかみたいに思ったんですけど、いや強い人は悩みませんよっていうふうに決めまして、それでどさくさに紛れてしか買えない時に何で買わないんだっていう、そのいわば何ていうのか、そのまあ不気味に強い人をもう一度原点に戻ってやろうとしているので、鷲津はアメリカンドリーム社を買うことに関しては全く悩みません。ただあえてリーマンショックの時に実際の現実にはアメリカで巨大メーカーが買収された例はないんですよ。ほとんどは金融機関が吸収合併して助けてもらっている例ばっかりなんですね。そこで今までにないその歴史、まあ割となんとなくあの当時こういう会社があったかなとか、まあレッドゾーンからちょっとあえてどんどん変えてますけど、その全然違う全く架空の企業を買う時に、でも必然的にリーマンショックがないと買えないという設定をすることで、鷲津はどうやって会社を買うかっていう設定にしてみようというのが、まあ、今回の、まあ、その鷲津の買収劇の中では一番大きなことです。あのレッドゾーンの時は日本人、日本最大の自動車メーカー、日本人の魂と思う会社を中国が買収して買おうとするときに、鷲津がどうするかっていうお話でした。はい、でしたね。うん、今回は、鷲津はもうまさに買収者、原点に変えた買収者となってアメリカ人の魂を買う、うんうん、でその時にアメリカで何が起こるのかというのが、これがもう最大の読みどころでして、だんだんここからですね、あの これからまだ皆さんこれから読むもんですから、なかなかあのネタバラシもできないんですけれども、僕は読んで思ったのは、やっぱり日本とアメリカって違うな、ということなんですよ ね。当たり前のようですけど、意外に日本人はアメリカ人と感覚が似てると思ってると思いますけど、違うっていうのはすごいよく分かっていただけると思いますね、今回は。はい、あの一つはそのアメリカにとって未曾有の金融危機、まあ、世界の危機ですけど、これが起こった時にアメリカは人たちはどういうことをするのかっていうことは、ね、まあ、これがやっぱり違うんですよね。違うんですよね。それともう一つ、このアメリカンドリーム社、つまり自分たちの魂を買われるとなった時に、アメリカ人たちが取る行動がまたちょっとかなり違うんですよね。そうですね。これその前山さんはこれに関してアメリカ取材も何も何度もしている、取材しているわけですけど、もう一回この繰り返しになるかもしれませんが、前山さんにとってのアメリカ人像というんですかね、はい、この世の背景になるアメリカ人像とはどういうことを思っておられるんですか。なるほど。やっぱ日本人にとってアメリカはもう切り離せない、ね、まあ、多分ある時期手本だということは間違いないんですけど、で日本人は多分すごいアメリカ人になりたい、まあ、例えばディズニーランドは大好きだし、劇団四季のアメリカのミュージカルは大好きだし、アメリカのもの大好きで、アメリカは非常に明るくって、まあ、あえてイメージとして言いますけど、フェアだし、フランクだし、すごい友達をこうどんどん作ってくれる、非常にこう胸襟を開ける人たちで、それに引き換え日本人は家にこもって暗くて、なんかみんなで絆とか言っているっていう、そのこれ今実は日本人 その自分たちがなんかダメって思ってる部分、アメリカにいいって部分だけなんですけど、あのこれはもうすごい重要なことで、光の強いところにはその裏にもっと暗い闇があると私は思ってるんですよ。でじゃあこの明るいアメリカの代わりに何があるのかって言ったら、平気で他の国に行ってそこの国に住んでる人を誘拐したり平気で暗殺しても、これは世界の平和のためだからアメリカは堂々とやっていいんだっていう国です。で、あるいは、自分たちの、例えば指令化したリーマンショック、さっきのリーマンショックの話もそうですけど、例えばリーマンショックが起きて一番驚いた、多くの人が驚いた何かって言ったら、投資銀行が潰れたのに、ヨーロッパでアイスランドが潰れたんですよ。国が破綻したんです。それはアイスランドだけじゃなくて、ラトビアやハンガリーや、もうとにかく東ヨーロッパや、まあ、いわゆる西側の弱い国が次々と破綻していった。で破綻するって何かっていうと、結局は国がまともに機能しなくなって、まあ、今アメリカがその、公務員にいくら払うかみたいな、そのいわゆるアメリカの国の予算で揉めてますけど、
あれよりひどいことが起きたんですが、原因は実は、リーマンショックで、つまりサブプライムローンバーみたいに買いすぎて、リーマンブラザーズやゴールドマンサックスたくさん売ってくれたものをワンワン買ってしまったら紙くずになってしまって、気づいたら自分たちのお金でみんなアメリカに行ってたっていう状況なんです。でもアメリカは、いやそれはあなたがちゃんとケアしなかったからで、そんなことを我々はリスクをちゃんと説明したでしょって言って、残念ですねっていう感じでしか思ってない。でそういうその部分もあるんですけど、それは今あえて悪く言いました。じゃあそのまあ例えばこのグリードって言葉ですね、これキリスト教のやってはいけない7つの大罪の一つなんですよ。こういう欲望はダメだっていう中のグリードって一つなんですけども、その一方でアメリカ人はグリードイズグッドだと、まあその有名なマイケル・ダグラスの映画のウォール街でそう言い続けてます。で実は取材の時も同じことをずっと言われました。で日本語にすると強欲っていまいちピンときませんけど、がめついとかですね、ゼニゲバって言うんです。でがめついゼニゲバって聞いたら日本人は、いやちょっとあの人に行くとすぐ金貸してって言われるから、あれいい商品なんだよね、買わないって言われそうな人だから、できたら少なくともお昼は食べても晩ご飯は食べたくないなっていうイメージじゃないです。ところがアメリカにとってそういう人こそ素晴らしいっていう感覚はなぜ起きるかっていうと、そこは例えば日本っていうのは単一文化の中で単一言語の中でコミュニティをできるだけ一つを調和として持ちましょう、和を持って尊しとしましょうっていう、その私たちが持っているまあなんていうんですかね、気質と正反対で、アメリカは多民族多宗教で、いろんな出身の国の人たちが今でもどんどん入ってきて出ていってる中で、じゃあどうやって生きていくかというと、まず自分たちの組手を守らないとどんどんその消されていってしまうと。ということはとにかく自分たちのコミュニティの中で一番強いやつを戦いに出していってですね、戦って分取ってきたら、まあ例えば同じ白人の中でも何々系がちょっと大統領でもなっちゃったりすると、全体的にそのいわゆるコミュニティが強くなっていくというか当たり前が続いてるんです。でそういう状況になってくると、強力でも何でもいいから俺たちのためにいろんなものを取ってきてくれることは、これは実は道徳の問題ではなく、サバイバルの問題なんですよ。で、そういうもんなんだって分かると、グリードイズグッドはものすごくよく分かるんです。ただ、そこにあるのは、我々とアメリカ人とは、そもそももう正反対の価値観を持ってるんだっていうことを知るっていうことが、私たちが実はアメリカを知るときにすごい大事なことで、これ好き嫌いの問題ではなくて、アメリカを知るっていうことをそろそろ日本人はもう一回やった方がいい。だから例えばそれは多分ね、その基地の問題とか、いわゆる政治の問題とか経済の問題とか全部のことを含めて、そういうことがアメリカのそのいわばスタンダードなんだっていうことを知ると、彼らに対しての多分接し方が変わるんだと思うんです。本当に何か薄々思っていたことがここにいてはっきり僕気づかされたような気がしたんですよ。やっぱりその僕らの世代っていうのはもうなんかこう自分たちがこの、まあ、よく言ったじゃないですか、そのアメリカの、ね、何番目の州だとかっていうのが、ね、ですね、それでそのなんかこうアメリカのコピーみたいな国で自分たちはその、まあ、一種の黄色人種だけどアメリカ人だ的な感覚がちょっとあったけど、最近ちょっと薄々あれちょっとなんかかなとは思っていたんだけど、やっぱりねここでそのなんて言うんでしょう、この自分たちの魂を守る守らないところになった時のアメリカ人の個人もそうだし、あとあるいは政府も、いろんな機関も、つまりこのアメリカは自由の国で我々はねそうじゃない国だっていうのとは全く違うね、なんかこう違うアメリカ、そうか、そういうことだったのかっていうところがね感じましたね。いい例かどうか分かんないんですけど、つい最近、トム・ハンクスのキャプテン・フィリップスという映画を試写会で見たんですね。で感想はどうかって言われて、まあ結局アフリカのサマリアでやってる海賊にアメリカの艦船が襲われて、トム・ハンクスはその船長で、まあ、単身彼らとこう交渉する、まあ、人質になって大変みたいな話なんですよ。でそれでそのトム・ハンクスを守るために米軍が出てくるわけですよ。アメリカ海軍が空母が出てくるんですよ。空母に軍艦が2隻か、でこれ見た時に多分、ね、アメリカ人は、ね、ブラボーって言うと思うんですよ。やれやれと、
で、ほら、見ろ、アメリカ人はたった一人のアメリカ人を救うためにこれだけのことをやって、この野蛮なソマリア人をやっつけるんだって思うんですね。ちょうどこれ書いた後ですよ。見てて、あ、ワシズはソマリア人の海賊なんだろうなって思ったんです。で、その監督はポール・グリーングラスって言って、この間グリーンゾーンって言ってイラクで最終破壊兵器がなかったって映画を作った監督で、まあ、あのボーンシリーズでもすごいいい映画を作る人ですけど、その彼はちゃんとソマリア人たちがなぜ海賊しなきゃいけないかっていうところを映してるんですよ。で、そうするとすごくこれを多分見せたのはきっとそういうことをやるんだろうなと思って見てたんですけど、だからあのなんとなくポップコーン食べながらコーラを飲んでると、うわアメリカすげえって思えるんですけど、あのソマリアの絵は何だったのかなって思った瞬間に、わわしずはソマリアの海賊だってすごい思ったんですよ。で、これがアメリカだなって。だからそういう意味では、まあ、その本当に偶然ですけど、なんとなくその世界の中でだんだんこうアメリカのちょっと化けの殻が剥がれてきていて、強いっていうのは大事なのは何かっていうと、誰が誰のために強いのかっていうと、アメリカがアメリカのために強いのを強いって呼んでいいのか。で、本来は、大人なんだから先進国なんだから、ほらそれぞれの国のことを考えて、もう少しその我々が範を見せて仲良くやりましょうよって言い続けてる国ですよ、アメリカは。フェア好きですけど、なのに現実にやってることはちょっと違うなっていう。だからそのなんかそういうのが少しずつ、これなんで言うようになってくる、アメリカが本当は弱くなってきて焦ってるからですね。だんだんちょっと馬脚が出てきた時なんですけど、今国上さんは日本人も薄々アメリカってちょっと疑った方がいいかなって思っている時だっておっしゃったんだけど、ちょっと新しい世間ができてからちょっとアメリカ大好きモードがまた出てきたかなっていう気がちょっと私はしてますけど、ね、なるほどなるほど、分かりました。まあ、これから読む方が大半ですので、あまりこの立ち入ったことは、いや、この物語については、まあ、こういう話です。本当にあの本当にこれはのよく思いつかれたなっていうかね。いや、すいません、なんか本当にもう編集者としては本当にすごいスケールの大きいアイデアがいっぱい詰まったエンターテインメント、これエンターテインメントですから、あの勉強の話になってませんから、本当に皆さん楽しみにしてください。それで今前山さんちらっとおっしゃいました、その、まあ、もう一つこの我々どうしてもこれアメリカの話でこう5年6年前ですかね、5、6年前の話ですね、2008年5年前、ただやっぱり良い我々現代2013年の日本人としてはどうしても今の日本を思い浮かべながら読んでしまうんですよね、はいはい、まさにまたアメリカにちょっと近くなってきたかなみたいな、アメリカの思う心が迫ってきたかなみたいな、この日本っていうのは前山さんは今、まあ、つまりアベノミクスを含めてどう思われていますか。あのアメリカのない日本ってありえないし、アメリカと縁を切る日本ってありえないと思うんですよ。でも現実的に絶対ナンセンスなんで、なのでその近寄りすぎてるっていうことは、それは全部罰だというわけではなくて、なんとなくこの数年の間に、まあ、アジアも元気になってきて、日本は少しずつ東アジアに目を向け始めていて、まあ、あの中国とか厄介な人たちはいるけど、なんとなくご近所と仲良くすることが大事かなっていう目が見えてきたっていう中で、急にちょっとアメリカに寄り添いすぎてるっていうのはちょっと心配だなって思うんですけど、それより何よりその、まあ、今日はフリードとハゲタカシリーズの話なので、一番気になるのはそのアベノミクスと称するものが非常に金融トリックを使って景気を良くしようとしているっていう意味で、実はさっきちょっとだけ言いましたけど、その、サブプライムローンなんて作っちゃダメって言わなきゃいけないのに、こうどんどん金儲けが雪だるまになって巨大になって、まああのこの小説でも参考にしましたけど、リーマンショックコンフィデンシャルっていうノンフィクションがあるんですよ、早川から見てるんですけど、上下巻 でそのアメリカのタイトルが Too Big to Fail なんですよ。これ大きすぎて潰せないっていう意味なんですけど、ところがリーマンショック大きすぎても潰さなきゃっていうところがすごい重要な答えなんですけども、やっぱりその何だかそういうところをその暴走するときに実は何が起きてるかっていうと、規制緩和なんですよ。
でアメリカは世界恐慌の時に世界に大迷惑をかけてしまったので、例えば銀行と証券は同じ会社でしてはいけませんとか、いろんな規制や投資は自分たちが例えば、自分たちが銃持っているんだったら さらに投資で他からお金を借りてもこれ以上の投資はしてはいけませんとか、もちろん住宅ローンに関しても人にローンをその貸す時にはこれだけの、そのなんていうのか、ちゃんと信用調査をした上で安全に貸しましょうという、もう細かい規制がいっぱいあったんですよ。それがクリントン時代からどん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 規制が消えていったんです。で今でも日本人、これマスコミも悪いですけど、規制緩和っていいことだと思ってるじゃないですか。でもまあそう、実は規制緩和っていう言葉は確かにいい話もあるんですけど、全部が全部いいわけではなくて、つまりその人間の欲望を暴走させるためのブレーキとして法律が必要なんですよ。例えば人を殺しても100万円あげますって言ったら、もしかしたらどんどん人を殺し始めるかもしれませんよね。それは人を殺したらあなたの命を取るかもしれませんよっていうことが、これ実はこれも規制なんですよ。でもなんとなく経済の話になると、すぐ規制っていうのは自由競争を妨げるもんだっていうふうに言ってしまうので、なんか非常に規制がダメで、規制を緩和じゃないですか、ほとんど撤廃ですから、今日本でもやろうとしていることをやろうとすると、結局はセルフコントロールできる人しかダメなんですけど、どうも金融はセルフコントロールができない。それ多分世界共通です。人間の欲望にとって、このなんていうんですかね、あのいくらでも何でも買えちゃうものが手に入ることにはブレーキ、それもね、ぜひ一度マカオでもラスベガスでも行けばいいですよ。いくらでも金貸してあげるよ、全然あなたに返してくれって言わないから、どんどん貼っちゃってって言ったら、もう多分ね、地球上の金全部でもいいから絶対自分が貸したいって思うところもやるんですよ、人間ってね。それは普通はなんでやらないかって言ったら、お金なくなったからやめようっていう理性なんですけど、その理性を一度超えてしまうともう止まらない。それを止めるために法律であったはずなんです。で日本の話を言うと、今規制緩和、例えばさっきちょっとリートって話をしましたよね。不動産を証券にしてその、分けてみんなにリスクを分散するんだけど、不動産ってこう値段が上下するんで、他より利子たくさんつけますよって日本でも結構よく売れてるんですけど、だからそれを日銀が買おうとするんです。そうすると日銀が買ってくれるということは、どんどんリートが売れていくわけですよ。で日銀っていうのは、多分安倍さんもご存知だと思いますけど、これ信用なんです。日銀が買うっていうのはもう本当政府御用達、お墨付き、この商品は政府が買うから絶対安全っていうことをしてるんです。でもリートみたいな、その非常に流動、こういうそのなんていうのか、上下動が激しいものは政府が関わってもう買ったりしちゃダメなんですよ。あるいは、規制を外すって非常に良くないことなんです。ところが規制緩和しないから、どんどん日本は経済がダメになっていくっていうことを言い続けてるんで、止められない。で、なんでかっていうと、今いいからです。でも今よく考えてくださいよ。確かに、円安になって企業がなんとなく利益が出てるようにしてありますけど、じゃあ皆さんなんか物買いたいぐらい給料もらえてるか。最初は給料ちょっと上がったらまず貯めますよ。で、どんどん貯めてきて、なんとなく買いたいって、もちろん物は買いたいんですけど、買ってもいい環境ってもっともっと豊かにならなきゃいけないんです。それは何かっていうと、実体経済で結局は、例えば美味しいものをたくさん作ったらたくさん売れますよって、みんながいいものをどんどん買いましょうっていう、そういう流れをまず作っていかないと、本来経済って良くならないんですけど、あれは劇薬を使ってる。それは本当にこの最初にサブプライムローンをいいアイディアだって言い始めたのは政府も絡んでますから、それとすごい近いなっていうのが怖いなって思ってます。まあ、将来の不安があるとね、どうして皆さん食べますよね、やっぱりね。それで景気が良くなってるみたいなようなこと言われてるけど、やっぱり漠然とした不安感っていうのは増えませんよね。で、東京オリンピックの時にやっぱり日本人は喜びました。もうみんなこんなにオリンピックやってほしかったのかとびっくりするっていうこと言いながらも、僕嬉しかったんですよ。で、これはだけど東京オリンピックまでに、まあ、いろんな国土市もあると思いますけど、日本はやっぱり良くなっていくイメージを持ってていいんですかね。日本はバブルが崩壊した1990年代からですね、長い目で投資をするっていう意識を失ってしまったんですよ。つまり極端なことを言うと、1年に4回頑張らなきゃいけない時期があるぐらい、四半期ごとに利益を出さなきゃとか売り上げ上げなきゃって一生懸命みんなやってるじゃないですか。
もともと日本の強みって10年先を目指して今投資する、これ人に対しても設備投資に対しても研究開発にしてもそうやって強くなって競争力をつけてきたんですけど、それがなくなってきたんですよ。それから言うと7年先に目標を作ったっていうことはいいことだと思います。なるほど。ただ、まあ、これは多分東京オリンピックをすごい喜んでる人は大変申し訳ないんですけど、ワールドカップを思い出してほしいんですよね。日韓共催のワールドカップ。で、まあひどい言い方をするときっと怒られると思いますけど、オリンピックって世界で運動会やってるようなもんですよ。運動会はそんなにそのなんていうの、経済を豊かにするか、人が来るか、来ますよ、人は見に来ます、応援に来ます。でもワールドカップであれだけ莫大なお金を日本中につぎ込んでスタジアムを使って、じゃあそのスタジアムがちゃんと黒字でもううわうわ笑いが止まらないぐらい儲かってるそのスタジアムがあるかないんですよ。もう今あの J リーグって本当に経営が大変なチームの方が多いじゃないですか。だからじゃあダメなのか、ダメじゃないんですよ。あのやっぱり世界のトップアスリートが日本に集まってきてくれることはいいよねって、じゃあ次なんですよ。じゃあどんな日本を見せようか、あるいはどんなオリンピックにしようか、でそれによってじゃあどんな日本に見せようかっていうんだったら、あここに来てよかったのはそのねあれオリンピックを誘致するときにおもてなしって言いましたけど、おもてなしっていう意味本当に今の日本人がみんな知ってるのかなっていうところは非常にちょっと怪しいかもしれないですね。来てよかったって、また来たいなっていう日本にできるかどうかっていうのが一つですし、スポーツのために来てる人にスポーツ以外もこんなにこの国に魅力があるよっていうことを言えるだけの今日本にポテンシャルがあるのかっていうのも考えなきゃいけない。でさらにそのもう少し広い意味で、これは私すごい思うんですけど、たまたまその2年前の東京オリンピックが韓国であるじゃないですか。で、今回東京オリンピックになった時に非常に残念なそのネットでの韓国からのつぶやきみたいなのがありましたよね。でも本当はこの冬季と、夏のオリンピックは東アジアのオリンピックにしましょうかっていうようなことを呼びかけるぐらいの余裕を日本が持てると交流人口が増えてくるので、じゃあその2つを起爆剤にしてどんどん東アジアで交流していきましょう。だから今までおもてなしは日本だったら日本人がするもんだけど、東アジアのオリンピックだったら東アジアの人がみんな来ておもてなししましょうっていうことになると、これは続くんです。でもたかだか2週間ぐらいの運動会で人がバーって集まって、わーやった、日本勝った、負けたってやってるんだったら多分あんまうまくいかないと思う。だからその目標ができたことはいいことだし、それをどう使うかっていうことが多分これから日本人が考えなきゃいけないことで、多分考える時間は2年ぐらいですね。あと5年間はそれを実現するために多分使わなきゃいけない時なんですけど、どうも成長戦略のなんかど真ん中にオリンピックを置くような雰囲気すらある。でこれ土建業だけなんで、でもしかも大した儲かないと思いますよ。首都高を作るとかっていうのもやもうわけじゃレベルじゃないですからね。グリードからいろいろ今の話までいろいろ広がってきました。これは少し時間は早いんですけれども、今日はあの皆さんなんか思っていることとか前山さんと一緒におしゃべりする時間にしようかなというふうに思います。要するに質疑質問タイムですねにしようかなと。質問から僕も口挟ませていただきますけれども、ここで皆さん何かちょっと聞いてみたい、今なんとなくちょっと漠然疑問に思っていること、これどう思いますかっていうような、どうでしょうか。じゃあまずあちらの方からよろしいですか。じゃあどうぞ。すいません。すいません、今日楽しいお話ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、もうずっとですかね、ソ連が崩壊して、からですかね、世界がだいぶ日本というか世界が変わったのに、まだ日本っていうのはまだアメリカ一辺倒で、アメリカのモノマネばっかしてるしか思えないですね。アメリカの圧力で、規制撤廃して、で、なんていうんでしょう、そのモノマネばっかして、で、結局、日本の強みっていうのは全部なくなっていっちゃってって、で、そういった中で、その私なんかも、その立派な国民も、どうに
いろいろ考えて行動していけばいいかなっていうことを聞きたくて、例えばじゃあ、日本がアメリカの真似をしていないものを挙げてみろって言ったらゼロではないんですよね。なんかあります？例えばこういうのあるなって独特なんですよ、真似してないものって言いますと、伝統的なものとかだったら、そうですね、文化はそうですね、まあ、例えば今度、和食が世界遺産なんでしたっけ。でそれって日本的なものですよね。でも和食をするためには日本の素材がいるわけですよね。例えばそれは多分もしかしたら農業の話かもしれないし、でもう一つあるのはその代替ができない、農業もそうですけど、鮮度の必要なものはやっぱり真似も何もとりあえず自分たち の, そのこの日本の近辺で取れるものしか食べないんですよね。で味の感覚もそんな簡単に、まあもちろんそのファーストフードありますけどありますよね。だから実は、それは私は昔はそうでしたけど、真似ばっかりしてダメだって嘆くって実は割と楽なんですよ。ある意味もしかして思考停止するかもしれないですね。でその時にその一つ考えなきゃいけない、じゃあ何があるんだろう。で日本人って非常に生き真面目な人が多いなと思っていて、自分ってこういうことがあるからダメな人なんですっていう人すごい多いんですよ。でも人間に 100% ダメな人も 100% いい人も私はいないと思っていて、私はすごい正反対の人間で欠点はいっぱい自分の中で自覚してますけど、いいものを伸ばせばいいじゃないかって、でそれは何かって考える。でそれは多分ね、一人一人がそうやって考えていくと日本のツームってやっぱりまだまだ場所はあると思う。例えば農業はそうだし、まあ、今実は自分が子供会社じゃないですけど他の雑誌で、宇宙開発の連載してますけど、日本の宇宙開発の力ってやっぱり世界と全然違う、先駆けて持ってるものもあるん で細かく見ていくとあるんですよ。で大きく見るとないんです。でもう一つ言うと、実はサルマネしてるんですけど、アメリカのメーカーを潰したのは日本なんですよ。だからで今例えばGM とかフォードとかが潰れそうになった時に、いや何ならプリウスの技術教えてあげましょうかっていうようにならないとアメリカは復活しないわけですよね。でそれ何やってるかっていうと、日本って一見真似してるようで超えようっていう意思はすごい強いんです。で残念ですけど日本の中に今まだ足りないのは、その何て言うんですか、新しいステージ、新しいルールを作るっていうのが下手なんです。で伝統からある派生したものとか農業っていうのはもう新しいも何もずっと歴史があるからいけるんですけど、つまりそのゼロから作るのがものすごい苦手なんだったら、じゃあ得意なのは既成のものをこんな使い方するのかっていうことだけでいいじゃないかって開き直ることです。で多分ね、ゼロからそのすごいクリエイティブなものを作ろうとすると教育から変えなきゃいけないんで多分50年かかりますね。でもあるものを改良する腕はあるんだったら、そういう人に対して投資するっていうことをやるだけで随分変わるんですよ。だから多分ね、若い皆さんにすごい思うのは、嘆くんじゃなくて自分がまず考えて、少なくとも自分の強みはこれだと思ったらそれをやってみよう。そしたらそれがみんなに、あいつもこういうことできるようになったよねってなっていくと、実はそれが点からグループになりコミュニティになり、さらにそれが組織になっていくと私は信じてるんですね。それで小説を書いてるとも言える。だからそういうことをちょっとやってみてくださいよ。そしたら変わるかもしれないです。ありがとうございます。クールジャパンどうですか。クールジャパン、アニメですか。いやいや、まあ、つまり講談社もかなりちょっと違うんですが、それは私にコメントしろと言う。いや、クール私 ね、 そのね、日本人ってね、ネーミング好きですけど、例えば今クールジャパンって言われてアニメですかって聞いたら、いやそういうもんでもなくてソフト力とか言うじゃないですか。これダメなんですよ。アメリカこんなこと絶対しませんから。アメリカは例えばグリーンニューディールって言うでしょう。何ですか、原発復活ですよって言うんですよ。つまりここが違うんです。つまり綺麗な名前はつけるんですけど、実態は何かって言ったら、10人が聞いた10人でもバシって言うんです。日本は10人が言うとそれってほら秋葉みたいな感じとか、これ宮崎駿だけ独り勝ちみたいな。でこれがダメなんです。で本気でアニメを世界に売ろうとするんだったら、例えば韓国が世界にハリウッドに売り出していったり、自分たちのソフトをアジアにどんどんこう売っていくビジネスぐらいの覚悟があるとかじゃないですよ。日本人がね、もう一つの欠点はね、いいものを作ったら絶対世界を制覇できるってまだ思ってますよ。でそれはそうなんですけど、いいものっていうのは高いんです、まず。で
多分、まあ、映像回ってるから嫌ですけど、一番どうでもいいカスみたいなのを打って世界を制覇したいと思ってる国が中国です。でどっちが賢いか、中国が賢いんです。でアメリカは全く同じ発想ですよ。日本に作らせて、でどんどん俺たちがビジネスしてやるよっていうような、 それをその日本人は善悪で言うんです。あいつら悪いものを売りつけて強引にズーズーしくって、そうそう、悪かろう安かろう、ね、そう。でもね、それって売れないからね、批判でるだけですよ。だったらいいものあるんだったら、あなたがズーズーしく売れば世界は制覇できますか。できないですね。でよく言われるのが、それはちょっと前の話で、中国で取材した時に、日本車は絶対東南アジアや南米では勝てない。だって日本車みたいな、あんなにその日本先進国からすると安い車なんですけど、そのこれからの新興国で高い車なんです。だから中国は最初から市場はそのヨーロッパやアメリカじゃ日本じゃない。なんだか人口が多いからだ。非常に正しい。そのビジネスとしてですよ。だからそういうふうに言う、その発想を、あ、なるほどなと言えるようにならなきゃ日本人はダメだと思うんです。また勝手なズーズーしいことし、だから嫌いなんだっていうのはすごい簡単なことです。面白いですよね、うん、面白い。いかがでしょうか、皆さん。まだ時間あります、でしょうか。いかがですか、もう質問していただいて、私勝手に喋っちゃいますから。すいません、いくつかお伺いしたいことがあるんですが、まず第一にですね、先日山崎豊子先生もお亡くなりになりまして、ちょっと尊敬してますみたいなお話をお伺いしたことがあったので、ちょっとそのことをお伺いできればなっていうのと、あとグリードは連載をかけさせていただきまして、今日買わせていただく、総理の手元にあるんですけども、一番やっぱりその、内容に関しての質問になってしまうとちょっとあれなんですが、最後にですね、一つだけどうしてもこれは聞いておきたいなと思ったのは、出てくる日本人記者がですね、東北に行っちゃったのは今後のフラグですよねっていうところを確認させていただいて、今後のですね、何年後かの連載を楽しみにしていいのかな、ダメなのかなっていうのをお伺いしたいのと、毎回ちょっと質問をさせていただくと、ハーディーがようやく最終回を書いて、おめでとうございます。今後のハーディーの観光館の予定などをお伺いします。じゃあ手短に、山崎さんがお亡くなりになったのは正直すごいショックで、小説家になろうと思ったきっかけは白い巨塔をやっぱり読んだことなんですね。で、そういう話は長くなるので、いろんなところで喋ってるので、インターネットで調べてもらえば出てきますので、ただ、すごく、なんていうんですかね、私の中で山崎さんが素晴らしいなと思うのは、やっぱり日本という国がどうあるべきかってことをずっと考えてらっしゃって、山崎さんの場合は特に昭和って何だったのかと、小説家として昭和はちゃんと自分を見つめてたのかっていうことに対してものすごいこだわりを持たれてたと思います。で、ある意味で、なんていうんですかね、口に甘い小説では ないと思います。でも逆に日本人って叱られるの好きで、で真っ当な正しいことをちゃんと貫くものに関しては非常にちゃんと直視するっていうことを、山崎さんの作品がこれだけ日本人に愛されてきたことを見ればよくわかると思うんです。で、山崎さんの作品や作風や小説の向かい方について私がどう思うかって言われれば、それはもうそれぞれのものの作り方なので違うんですが、一つだけ言えるのは、やっぱり小説家がそれを使命にする必要はないかもしれないですけど、今生きている日本人として小説というエンターテインメントではあっても、なんか世間の流れと違う一石を投じるっていうことを大先輩がおやりになって、それを誰かがそのなんていうのか続けていかなきゃいけないって思うんだったら、果たしてどこまでそれが叶うか分からなくても、それは自分の中でそのために小説家になったって思ってるので、なのでそれは続けたいと思います。で、読みがグリードの最後ですね。そうですね、主人公の一人の新聞記者が東北に異動になる場面があるんですが、そう期待してくださって結構です。でもう連載も次も決めてるので、明け方ハーフはこんなお待たせしないで多分世の中に出ると思います。で、それ以上は何も言いませんけれども、それはご期待してください。でハーディという作品、ほとんどの方はご存じないと思うんですが、インパケットっていう講談社文庫の講談社文庫のあれは PR 誌ですか、の中に連載できるコーナーがありまして、私なんと5年前から
連載をしておりまして、何回 100何回ぐらい連載したんですけど、上高シリーズの中で、ま、松平孝子という日光のホテルのオーナーがいるんですが、ま、彼女のホテルは転々と監視にみんなこう買われていって大変な 目に遭うんですが、その、松平孝子はちょっと途中から、出ることができなくなったので、ちょっとスピンオフを、あの当時の編集担当者、今多分4代目ぐらいですけど、当時の編集担当者、軽くスピンオフしませんかって言ったんですけど、軽くが5年になりまして、ようやく始まりとは全く違う種類の連載になって終わりました。でもちろん、書いた以上は本にしなきゃいけないんですけど、ほとんど私は前半をもう覚えていないような状況なので、これからちょっと読み直して、そうお待たせしないで、本にしなきゃいけないなと思っておりますので、待っていただいて全然、よろしいかと思いますのでご期待ください。ホテルといえばね、今ね関心も高まってますしね。多いですね。はい、そうですね。はい、グリードな出版社としてはちょっとね。そうですか。すね、はい、まだあります。時間にいきますよ。はい、どうぞ。あ、今日は貴重なお話ありがとうございました。はい、すごい楽しかったんですけど。ありがとうございます。あの、先ほどちょっとアメリカが弱さを見せ始めてるっておっしゃってたのがちょっと気になっていて、私ちょっと金融系の仕事してるんですけど、アメリカの株価を毎日のように、毎日ではないですけど、連日下がって最高値を更新していて、日本なんてもう二十何年前に3万9千円が気がつけた後もうひどい状態な一方で、アメリカはもうずっと最高値を更新してるんですよね。で、GDP もずっと成長しますし、その中で真山さんがこう感じているアメリカの弱さってどういうところですか。例えば、まあ、端的にそのものは答えがよくわかんないんですけど、自分とこの政府の資金が出ないから大統領が TPP の会議に出ないとかですね、とか、そもそも貿易交渉はアメリカが仕切ってやってきたのに、どちらかというと先進国じゃない国がやり始めた、まあ、環太平洋とはとても言えないような貿易交渉に後からつかつか入ってくるっていうのはアメリカっぽくないですね。で、やっぱり、まあ、これはそのニューヨークで取材しているときに金融の人と、まあ、例えばちょっとお酒飲みながら、まあ、ザクバランに話をしましょうって言ったときに、何回か彼らに何人かにぶつけた話なんですけど、アメリカの成長エンジンの中に今一つ大事なものが抜けてるんですよ。だから戦争です。アメリカは戦争をやってものすごい自分たちの兵器の在庫を一掃して、その後バブるんです。で、そのバブるときに一緒に金融が膨れ上がって一回弾けるんです。そしたらまた戦争するんです。ところが、多分アメリカはそれなりの利益を得た戦争って、もしかしたらボスニアのあの頃が最後かもしれない。で、それがダメになったんで、今度は投資銀行っていう軍隊を作ったんです。で、あの、バベルの塔ってあるじゃないですか。バベルの塔って、まあ、宗教的な話ですけど、昔人間はみんな同じ言語を喋ってたんですよね。で、最初はまあ神様もそれでいいかなと思ってたんですけど、こいつら同じ言語ばっかりやるんで神様の言うこと聞かないで欲望に走って好き勝手やり始めると。で、あろうことか自分たちの神様が住んでいる天に届くぐらいの塔を建てるわけですよね。その時に逆鱗に触れて、神はそのたくさんの言語をバラバラにして与えたと。で、実は、そうですね、産業革命以降の世界はバベルの塔を作ろうことに一生懸命だった。帝国主義はもう一番いい例ですよ。で、絶対無理だったんですよ。アメリカが最強の時代でもベトナム戦争であんな泥沼になってもできなかったことを金融機関やっちゃったんですよ。どういうことかって言ったら、言語より強いドルっていう言語を世界共通語にしちゃったんです。で、だから全ては世界の経済は全てドルで語られる。だからリーマンショックの時に世界があれだけドルに依存してなければあんなにヨーロッパが傷つかなかったんですよ。で、そうやってその強くはなってるんですけども、結局それってもうなりふり構わずやってる。やっぱその辺にやっぱりアメリカの凋落がすごくあって、だからその株価が高くなるのはね、株価が高くなる方法を彼らは知ってるからです。で、結局はそのなんていうのか、あれもバランスなんで、ドル安になれば株価が上がるに決まってるんですよね。だから、あの、これもよく言われますけど、お金は蒸発しないんですよ。金は世界を回ってるんです。とで、じゃあリーマンショックで多分何十兆円っていう金が消えたって言われても、消えたんじゃないんですよ。儲かった人は絶対儲かったって言わないんです。だから宝くじ買って1億円当たった人、私宝くじが1億円当たりましたって言ったら、
大変な目に遭うのと同じ現象が常に起きているんで、だからお金を回す方法としてはその為替と市場がバランスを取っているだけなので、ただどん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 やっぱり脆くなっていると思いますね。だから多分これまた調整できないと思うんですよ、どっかが暴走したら。やっぱそれより昔それはアメリカがずっとやってきたことなんですけど、それが本当にまた次そのなんていうのかリーマンショックみたいなことが起きた時はもう多分アメリカが万歳しちゃうだろうなと思いますね。お時間はどうでしょうか。お一方とか、はい、でしょうか。あ、どうぞ。お話ありがとうございました。前間さんの本で、はい、まあ、ハゲタカにしても、あと、ベイジンというあの本にしても、はいはい、主人公がやっぱりそのどっか の国に行った時に、まあ、文化ですとか、召喚集の点で、やっぱりまあバッシングですとか、抵抗を受けるっていう作品が多かったかと思います。はいはいはい、それまあ今昨今企業がのグローバル化って言ってたりですとか、まあちょっと前まで就職活動をやってたんですけど、まあ会社の方からまあよくあの世界展開とか、まあどんどん若手を海外に出していくっていうふうな話をまあされることが多かったんですが、前間さんとしては具体的に例えばまあ今後日系企業ですとか、あるいは日本人 そのビジネスパーソンというのがどういうふうに海外でまあ、戦っていくといいますか、まあ、ビジネスを展開していく方がまあ良いのかというふうにお考えでしょうか。多分ね、日本の国内の中でこれだけの巨大企業が潤うことはもうないと思うんですよ。で、まあ、例えばその自動車メーカーやその家電メーカーみたいに輸出だけどんどんするっていうのも難しいと思うんですよ。すぐ競争で追いつかれちゃうので。で多分ね、その結構それはまだ小説にするにはどうすればいいのかなと思ってるんですけど、漠然と思ってるのは多分人を輸出するしかないんだろうな。それはあの人手じゃなくて、つまり日本人っていう非常に能力の高い人を のそれぞれの拠点に作っていって、彼らに一緒になって地域や国家と一緒になって、その日本が培ったら多分それは一人じゃないですね、チームとかグループとか。まあ例えば極端なことを言うと、例えばこの純駆動をどっか、アフリカに持って行ってこうやって本を売るんですよってやるぐらいのことが多分できる国だと思うんです。まあちょっと本はあのハードル高いですけど、例えばコンビニなんかそうですね、あのどっかのコンビニ店をこうやってぶら下げてヘリコプターでどっか他の国に持って行って置きます。そうすると同じようにコンビニは進出していっぱいあるんですけど、日本から持っていたコンビニに人が集まると思う。もしかしてどうやって売ればいいかっていうことを教わったプラスアルファをしてるからですね、働いてる人が。でそういう意味ではその今まで物を売りましょうってやってたんですけど、多分次は人を動かしましょう。でひどい言い方は人の輸出ですけど、交流人口を活性化するって上品に言うと言うんですよね。で結局それがさっき言った私がなぜ東京五輪って言わなきゃいけないんだと。東京でやるけど東ヨーロッパのオリンピックっていうふうにすれば人は流れますよね。じゃあその時にあるのは日本人にとってできたら助けてほしい部分に関してはもしかしたらその東アジアの他の国の人に助けてもらうかもしれないけど、その分日本人の中でもっとやりたいことがたくさんある人たちが海外に出ていくことで、そのいわば何て言うんですかね、今の日本ってやっぱり協力隊員で行くか、あるいはその指導者として行くっていう発想があるでしょ。そうじゃなくて本当になんていうか現場で一緒に働きながら、そう少しずつそれを広げていくっていうような人の動き方っていうのをしないと多分沈むしかないと思うんですよ。でもうパイはどんどんちっちゃくなってますから、まあ、一番いい例が、自家用車って私が学生の頃って、ね、2年半で買い替えたんです。新車を買って車検が来る前に売るとさっき のサブプライムローンじゃないですけどいい値段で売れたんですよ。今ね、この間まで10年だったんですけど、この間財務省の人に聞いたら12年ぐらい乗ってるんですよね、平均すると。ということは、今までだ、私の若かった頃だと、もう多分、本当は5台買い替えてなきゃいけないのに、まだ1台なんですよ。だから、これだけ強いはずの自動車メーカーですら、そういうってことは、多分やっぱり日本の仕様だけでは無理なので、なんかそういうものを広げていく。つまり、社会を豊かにすることで商品も売りましょう。で日本ではいらないけど、例えばあの中国のとんでもない梅園は我々が脱流装置をつけてもっと安く管理しましょう。であなたたちは与えるだけではできないだろうから人も一緒に出しましょう、みんなも応援ましょう、そしたらお隣の工場もできますよっていうことを多分やれるようなビジネスを多分これからはやるべきだと思います。ありがとうございます。でしょうか。本当につきません、お話つきませんが、お時間来てしまいました。
また、定期的にこの会をやっていきたいと思いますので、皆さん、次回再来月か次か分かりませんが、この次はグリードを読んできていただいて読んだ上でいろいろ熱く語り合おうと思います。最後に前山さん、はい、一言いただけないでしょうか。はい、今日は割とグリードの難しい側面ばかり話をしたので、ちょっと小説家で小説なんで小説的なお話をちょっとしたいなと思います。で、企業買収っていうとなんとなく数字が絡んで難しいなって、さらにそれがアメリカと日本だと難しいなと思うんですけど、企業買収って簡単に言うと国取り物語なんですよ。で、簡単に言うと 51% の株を取ったら勝ちなんです。で、例えば5人の人がいて、2人だと負けちゃうんだけど3人人が組むと勝ってしまうっていうぐらい実はアバウトなものなんです。で、じゃあそれどうやって勝てばいいのって言ったら、実は組んで得するしない限り絶対人は手を結ばないわけですよね。で、それをそのどうやってやるかっていうのを剣棒術を使って裏切ったりひっついたりすることをやるんです。で、実は企業話でそれが一番面白いんです。だから実は本当に戦記物やなんていうんですかね、ゲームの世界と同じで、今回の小説はとにかく難しい金融用語を極力排除して、で、スピードと、もう一つはその人って必ず裏切るからねっていうことをそのどんどん見せていって、どちらかというとこうなんていうんですかね、そういうそのゲーム的な面白さをどんどん入れようと。しかも相手がアメリカっていうのは強い敵なのと、日本人アメリカ好きですけど WBC 見たら分かりますけど、アメリカに勝った時の快感って多分すごいじゃないですか。だからやっぱり勝つかどうか知りませんよ、知りませんけど、そういうものもその楽しんでいただくっていう意味で、多分今までの中で私の中ですごい吹っ切れたんです。ハゲタカは勉強もしていただいて面白いものも提供したいと思ったんですけど、どちらかというと今すごい勉強の話しかしませんでしたけど、いや面白ければいいじゃないかっていうことに徹してみようと。なので、そういう意味ではもしかすると今までとちょっとタイプが変わる、テイストは全然変わらないですけどウェイトが違うんで、そこがもしかすると小説は時間を忘れて憂さを晴らすために読むっていう人にとっては多分すごいぴったりだと思います。こう中に紐がありますけど紐ちぎってもらって、はい、時間を忘れて終わるまで寝ないみたいな感じで、ね、ぜひ楽しんでいただければと。金融冒険小説、はい、ね、そうですね、になればいいなと思ってますので、それは単なる私の妄想と願望なので、でも本当はなんかいろいろ感想はですね、今いろんな方がいろんな場所で発信できるようになってると思うので、で残念ながら小説家の一番辛いところは、例えばそのお芝居みたいに舞台でお客さんにこう反応を見ることができないんで、発信して いただかない限りなかなかこちらとしては分からないところがあるので、ぜひ良くも悪くも私は本の作品を文句言うのもお値段の中に入ってると思ってます。だからよくせっかく一生懸命書いたのにこんなひどいこと書きやがってって怒る方もいらっしゃるかもしれませんけど、買った以上は、図書館はやめてほしいんですけど、買った以上はもう悪口も全然 OK なので、大事なことはやっぱりそういうコミュニケーションをすることからやっぱり本ってどんどん広がっていくと思うので、ぜひ、そういうこともなんかやっていただければ大変ありがたいなと思います。今日は長時間ありがとうございました。ありがとうございました。